謝罪したんだよな、ヤスコが激怒したデマ記事の配信元が無責任すぎる物議自衛隊の経験を持つ、ハイでおなじみのピン芸人ヤスコ、25。普段穏やかな彼女が X に投稿した怒りを隠しきれない文章に、様々な反応が寄せられていて。写真、刑務所の方が豪華やん、ヤスコが公開したランナーの夜ご飯。 安子の怒りの発端となった記事。発端は7月20日に公開された24時間テレビランナー安子さん、アンチは好きなだけ偽善って言っててくださいというタイトルのまとめ記事で、公式 X にも記事 URL が投稿された。この記事を配信したシェアニュースジャパンは政治、経済情報を中心に、話題のニュースとネット上の反応をまとめているウェブメディア、 今回のまとめ記事は17日に公開されたマイナビニュースの記事を要約したものになっている。元記事の内容は8月31日から9月1日に開催される毎年恒例特番24時間テレビ47位は地球を救うのか日本テレビ系のチャリティーマラソンについて今年は児童養護施設で育った安子の発案で 全国の児童養護施設に募金マラソンというコンセプトで行われる。16日に開催された制作発表会見で安子は、恩返し企画で自身も募金することを語り、好きなだけ偽善って言ってもらって大丈夫ですね。むしろ批判されることも注目されることなので、そこすらも活用させていただいて、自分の思いと養護施設のことをしっかり伝えていきたいと思っています。 と固い決意を表明している。問題は元になった記事に、アンチは好きなだけ偽善って言っててください。という発言が一切書かれていないということだ。安子は22日、自身の X にて、シェアニュースジャパンのまとめ記事を引用し、アンチという言葉を使っていません。こんな言い方もしてません。嘘の記事や、憶測で過激に攻撃するのもやめませんか その一言で命を絶つ人がいるかもしれません。たくさんのデマが飛び交っていて悲しいですが、ご飯食べてお風呂に入って自分の機嫌を取ろうと思います。と怒りをあらわにした。さらに、仕事終わって、大好きなツイッター開いたら、デマ記事が拡散されて、ひどい言葉を使って、たくさんの人が攻撃してきて、本当に本当に疲れちゃった。と誹謗中傷を受けたことも告白。 安子擁護の声。コメント欄には安子を擁護する声が続出。どんな記事を書かれようと安子はそんなこと言わないし誰にも攻撃性を向けないとファンはわかっていますよ。記事にされる方には一言一句ご本人のお言葉をしっかりと載せていただきたいです。こんなレベルの嘘記事あるの恐ろしくなってくるわ。これは悪質なミスリード。 元記事を読んでもこんなこと一切書いてなかったから完全にシェアーニュースジャパンが悪いわ。シェアーニュースジャパンのサイト内には以下の一文が掲載されている。当サイトが紹介しているウェブサイトや SNS、動画の審議、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと等について管理者は一切保証しません。 各記事には情報元のリンクなどを記載しておりますので、内容の審議に関しては、情報元、ニュース発行者ツイート元に直接お問い合わせください。この身勝手な宣言に、責任逃れする気まんまんのサイト、ちょっと信頼性に欠けすぎているよね。いやいや、今回のは完全にそちらさんの責任だろ。元記事に責任をすりつけるな。